なコウモリ傘、竹久夢二。それは大層大きなコウモリ傘でした。美希子はこの頃田舎の方から新しくこちらの学校へ入ってきた新入生でした。髪の形も着物も東京の少女に比べるとかなり田舎じみて見えました。けれど美希子はそんなことを少しも気にかけないで、学科の勉強とか運動とか、つまり少女のすべきことだけをやってのけるといったたちの少女でした。例えば青い空に葉を差し伸べ、太陽の方へ向いてぐんぐん育っていく若木のようにのんびりした少女でした。それにしても美希子が毎日学校へ持ってくるコウモリ傘は非常に大きなもので、たちまち学校中の評判になりました。どこの球にもとんちがあって大変口が軽く、気の利いたことを言っては皆を笑わせることの好きな愚かな生徒が一人や二人はあるものです。美希子の級にも時子と朝子との言う口の悪い生徒がありました。ある日美希子は学校へ行く途中でこの口の悪い連中に出会いました。無論この時美希子は例のコウモリ傘を持っていたので、たちまちそれが霊障の的になりました。あら、どこの紳士かと思ったら美希子さんだったわ。美希子さん、おはよう、と時子が言った。なるほど、美希子のコウモリ傘は黒い毛術針で柄の太い大きなものだから、どう見てもおじいさんの古いのを指したとしか見えませんでした。事実またそうであったかもしれません。この場合どこの紳士かと思ったらというのは本当に適評だったので、皆はどっと笑い崩れました。美希子も一緒になって笑いながら、おはようと挨拶して、つまらないお友達に構ってはいられないと言ったように、さっさとそこを通り抜けてまっすぐに学校の方へ歩いた。あのくらいコウモリ傘が大きかったら日に焼けないでいいわね。ええ、だから美希子さんはお色が白いわよ。そう言って霊障しているのも美希子の耳へ入った。けれど美希子は何を言われても平気でいた。でも美希子さんの田舎じゃあれで大変ハイカラなのかもしれないわね。そうね、私はこう思うの。美希子様のお父様はきっと薬屋さんに違いないわ。だから美希子さんを今に薬売りにするんだわ。ほら、よく薬売りがあんな大きなコウモリ傘を差してくるでしょ。本家さぬきは高松千金丹って歌ってくるじゃないの。そう言って時子は面白く節をつけて歌ってみせた。そうよそうよきっとそうだわ、と口々に言うのでした。この時美希子は静かに気にかけないような風で振り返りながら、私が薬屋になったら良い薬を売ってあげますから安心していらっしゃいな。美希子は笑いながらそう言ってスタスタと言ってしまった。そう言われると口の悪い連中もさすがに何も言えないで黙っていた。それから四五日してから学校の授業中、にわかに雨が降り出して授業の終わる頃には
流れるように降ってきた。今こそこの霊障の種になった大きなコウモリ傘が役に立つ時が来た。ミキコはトキコやアサコが小さな美しいコウモリ傘を持て余しているのを見かねて、皆様この中へ入っていらっしゃいな、大きいからみんな入れてよ。三人は仲良く、大きなハイカラなコウモリ傘のおかげで少しも雨に濡れないで家へ帰ることができたのでした。どうもありがとうございました。